釣れるじゃん。皆様、新年明けましておめでとうございます。今回もご視聴ありがとうございます。今回の動画は私の地元の釣り具屋さん、タックルベリーさん、〇〇店様、2023年度新春福袋、サーフ用税込み1万円という商品を購入してきました。去年はフィッシングユーさんっていうところでですね、5000円分ですかね、そちらを2種類購入して開封動画を上げさせていただきました。今回は1万円、税込み1万円でですね、福袋をサーフ用ということで買ってきました。それでは開封です。まず最初はフラットジャンキー、ヒラメハンター Z SD。ヒラメハンター Z は、シーバスでよく私使ってました。非常にですね、結構店頭価格が1000円前後ぐらいで購入できるので、かなりですね、お買い得です。これもね、サーフでも使えるってことですかね。さあ、ここでは。はい、これ私が欲しかったのですね、個人的に購入しようと思ってた種類ですね。これがですね、120S プラス R っていう、プラス R っていうモデルがですね、シンキングペンシルなんですけど、非常にですね、遠浅のヒラメによく効いてくれます。まあ、風も擦れちゃったりするんですけど、本当にこう、デッドスローで引くとですね、ふらふらゆらゆらと、生めかしい動作をしてくれます。次はですね、スナップ。スナップは、これ、L サイズ、まあ、大ですね。特大っていうのがありますけど、29キロ、65ポンドって書いてありますね。まあ、これは、ちょっと40グラム以上の、ジグですとか、プラグとかを使うときにですね。ビッグベイト用かですね。そういう感じですね。さあ、次。桃パンチですね。これはですね、まあ、万能ジグといいますか、まあ、これあれば、まあ、そうですね、まあ、45グラムですので、結構、まあ、強めのタックルでですね、まあ、1.5 号ないし、2号ぐらいの PE を組み合わせて、思い切り遠投すれば結構いいですよね。まあ、スローピッチングとかでも結構、いい動きをしてくれると思います。色も結構いいですね。お気に入りです。さあ、次です。これです。出ました。アダスターさんのですね、このルアー2つ持ってまして、色違いで持ってまして、これもシンキングペンシルですね。もう、モアザンのですね、先ほどのプラス R もそうでしたけど、こういうシンキングペンシルはですね、いくつあってもいいですね。まあ、21グラム、ちょっと軽めですけども、まあ、そんなに遠投しないで済む場所であれば、こういう、小型のシンキングペンシルは結構、ヒラメには有効だと思います。さあ、次。まさかのタックルケースですね。これもですね、まあ、700円ぐらいするんですかね。700円前後ぐらいですかね。まあ、いくつあってもいいんですけど、まあ、結構たくさん持ってるので、微妙って言えば微妙ですかね。はい。すいません。次です。はい。バビューンです。出ました。このバビューンはですね、もう、タックルベリーさん行くと必ず置いてあって、結構安いですよね。1000円しないんじゃないかなと思うんですけど、これもですね、ちょっとラトルが入ってるかなと思うけど、ラトルは入ってないですね。うん、こ
これも、まあ、オートバイが使えますね。まあ、ちょっと推進がないとなかなかこう使いどころがないかなって感じはしますので、まあ、うん、微妙な商品といえば微妙な商品で、まあ、本当そこをつく感じの釣り方になりますね。さあ、出ました。これは玉砕。名前はすごいですよね、もう本当。戦争を体験された方からお叱りをいただくようなですね、ネーミングですよね。死んでこいって意味ですからね。で、玉砕、これフローティングモデルなので、上のレンチをですね、引きたいときとか、まあ、トップで、一応、朝一とかですね、上から釣っていくっていうセオリーとかもあるんで、上の方をまあ狙いたいっていう時にはこういうフローティングがいいと思います。サイズもいいですね、さあその次、はい、閉店ですね。もう歴史のある名作中の名作と言われてます。何にでも使いますね。これはフローティングですね。フローティングなので、まあ、このフックの大きさがすごいですよね。あと、タックルハウスさん、本当にこれ、もう、日本をね、代表するルアーメーカーさんです。これもですね、ウォーブリングがすごいんですよね。これもサイズ違いで、たくさん持ってますけど、もうちょっとちっちゃいの持ってますけど、シーバスとかクロダイとかによく使ってます。さあ、次。次出ました。これは先ほどのですね、ゲーテンの T2 というものの大きい版ですね。T3 になりますね。もうフックもめちゃくちゃでかいです。これももう本当に強靭で、もう本当に品質もいいので、もうあればですね、もうずっと使いますね。これも、このウォーブリングもすごいです。でも空気抵抗がすごいですんで、ちょっと飛距離がね、ちょっとどうなのかなって感じですね。中にですね、ちょっとコロコロとラトルが入っ、がなりますんで、ラトル入りなのかなって気はします。これもですね、色違いで一つ持ってますけど、なかなか、結構高価なもんですね。2000何百円しますかね。サイズ違いで持ってると、まあ、いざという時にですね、これも表層を狙う感じになります。あまり潜りません。次です。やはり欠かせないのが、ワームですよね。ジグヘッドワームですね。まあ、これが来たかって感じではあるんですけども、まあ、タックルベリーさんだったら、フリークセットかなって思ったんですけど、まあ、ジークさんでしたね。これもですね、結構、アピールが強いので、まあ、28g ってこともあるし、遠投もできるし、まあ、タッチ&ゴーっていう感じのですね、釣り方だと、結構反応があるのかなって気はします。かなりアピール重視ですね。色もですねマニアックな感じですよね、まあ、そんな感じでですね一応並べてみます。ちょっと真上からでスマホで撮ってますので、なんか広角で撮れない古いタイプのカメラなので、広角で撮れないのでちょっとはみ出てしまいますけど、袋っていうとですね、どうしてもですね、まあ、お店の余り物っていう感じが否めないんですけども、まあ、今回のタックルベリーさんはちょっと頑張ってくれたかなって気はしますね。まあ、中でもですね、アダスターのシンキングペンシルとダイワさんのモアさんのスイッチヒッター、こちらの方がですね、まあ、いくつあってもいいって感じですね。で、結局、ルアーが9個、スナップが1個、ケースが1個、合計11点ですね。店頭の金額価格はですね、まあ、おおよそですけど、1万7000円前後になるんではないかなと思います。まあ、店頭価格ですから、かなり、まあ、頑張ってくれたかなって気はします。定価って言いますか、まあ、4割引ですかね。定価の4割引ぐらいの
金額に収まってるようなイメージです。まあ、スナップはですね、使ってみます。ビッグベイトのシーズンになったら、ブラックバス のビッグベイトを投げますんで、そちらの方で使ってみたいと思います。まあ、そんな感じですので、今回はこういう形で紹介させていただきました。参考になりましたでしょうか。よろしければですね、参考にしてください。またですね、こんなルアーが入ってたよっていうのがあれば、またコメント欄かなんかにで教えてください。それでは失礼いたします。ありがとうございました。